はい、皆さんこんにちは、守りの名手セノンプレゼンツプロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。本日は、好評企画、OB クラブ公認の大人気スマホゲームコナミさんのですね、プロ野球スピリッツ企画を、行っていきたいと思います。早速ですけれどもゲストのご紹介です。元日本ハムファイターズ田中幸雄さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですけれども幸雄さん、はい、プロ野球スピリッツエースっていうゲームはご存知ですか？初めて聞きました。今日初めて聞きました。結構今大人気のゲームで、現役の選手なんかもご自身でもやってるみたいな選手が結構いたりとかですね、まあ、そういったゲームになってるんですけれども、まあ、池田さん他にもゲームって普段やれたりするんですか？全然小さい頃からねゲームに縁がなくてっていうかほとんどねやってないんですよ。ああ、なかなかあんまりゲームにはっていうところでハマっていかなかったですね。やったことあるんですけど、ね、いろいろなんか面白くてこう本当に毎日のようにやってるようなそういうのもなかったですね。まあ、そんなところでですね、まあまあ、こういった野球ゲームで、まあ、プロスピなんですけども、ゆきおさん、おととしになるんですけれども、はい、このゲームに登場しています。はい、で、まあ、ちょっと今回1回目の配信はですね、まあ、好評企画なんですけれども、うん、まあ、これまでちょっと何人かの OB の皆さんにもですねやっていただいたんですけれども、ご自身の能力、多分あんまりそういうのって見られてないと思うんですけれども、うん、まあ、どんなものなのかなとか、まあ、ある年の能力だったりするので、その年についてちょっといろいろと伺っていきたいなというふうに思います。まあ、ちなみに、まあ、言いましたけど、ご自身の能力っていうのは見られたことはないですよね。そのゲームの中でもないです、ないです、ないです。ちょっと実際に、それではですね、まあ、本日実際にちょっとまたフリップを用意しましたので、まあ、そちらで、ゆうきさんの能力を見ていきたいと思います。まあ、打点を獲得された、95年ですね、95年の成績をもとに、はい、設定された能力というところでちょっと順を追って見ていきたいと思います。はい、ということでですね、まずこちらバッティングの基本的な能力なんですけれども、まあ、ミート、まあ、ミートっていうのは、まあ、ミート力、まあ、打率高い方でもすごく高い能力になっています。これ100がマックスか？100がマックス、まあ、ただ基本的にもう90いけば一番すごいみたいな。じゃあ一番すごくはないですね。すごくはないけど、まあでも、うん、まあ、なかなか A っていうのも、なかなか出ないような、80からが A なんですけど、はい、まあ、結構80に近いようなミートとパワーというところで、ご自身この95年の能力的にはどうですかね。やっぱりもう少しパワーあったかなとかってなったりしますか？いやー、まあこのぐらい、ね、このぐらいじゃないですか。はい、このぐらいかなと。走力もっと低くてもいいですか？ほとんど僕盗塁してないでしょ。盗塁この年で、ちょっとこの後多分あの成績も出てくると思うんですけれども、はい、走力ももうちょっと低かったんじゃないですか？走力は結構低いと思いますよ。50以下でもいいんじゃないですか？なかなか50以下というのはいないんですよ。ちょっとまあバッティングのちょっと基本的な能力をちょっと見てみました。はい、でですね、まあ、守備ですね、今度。守備の能力ということで、まあ、まずちょっと守備適性というところなんですけれども、まあ、いけばショートの、まあ、もちろんイメージですし、この95年はやっぱりショート。95年はそうですね、93年と94年に外野やってたので、95年からまたショートに戻ったと思います。と、うん、いうことで、多分まあ、メインというか、適性があるのは、まあ、一応こういう、はい、ショートのポジションになるんですけれども、外野のレベルももっと低くていいですね。ですか、ほぼほぼ素人で、外野の経験なく、93年に外野、初めてやったわけですからね。なるほど。まあ、ちなみに前年だとなんかライトとかによく守られているという形なんですけれども、はい、なんかこのデータだ と、 ちょっとライトの適性がちょっとないというところですね。まあ、やっぱり、まあ、ショートのイメージというところですね、はい、なっているんですけれども、ちなみに、まあ、この後また出てくるんですけども、この年、まあ、ゆきおさんなんだけど、6月7日から、9月21日にかけて、パ・リーグ新記録となる339守備控え連続無失策という、まあ、記録を持ってるんですけれども、うん、そういうのはちょっと呼吸がいいっていうのはちょっと僕としてはちょっとどうなのかなっていう、ね、呼吸よりスローイングの方が僕は悪いんで。あ、なるほど。もともとです、まあ、この年だけ言えば、はい、まあ、全体的には安定はしてたと思うんですが、安定はしてたけれども、どちらかというとなんかスローイングの方が自分の中でもこうあまり良くないイメージあるんですよね。もしくはなんか一回ちょっといくつじゃないですけども、それ若い頃に若い頃にあったりとか、うん、あったので、うん、ただこの、ね、95年という年は本当に体もすごく元気で動いてたので、
やっぱ体のキレがありましたからね、うん、こう守備範囲も広かったり、送球も、結局送球も、まあ、セカンド送球、ファースト送球とか、ね、いろんなところに送球しますけど、まあ、相手の補給側の助けもやっぱりいりますからね、そうですね、ワンバン放って、ね、そらしたら投げた方もエラーになりますしね、自分だけの力ではないですからね。まあ、本当にそういう意味では、ちょっとまあスローイングというか、補給の方が良かったんじゃないかなというところもあると思うんですけども、はい、清さん、なんかこう、この間、まあ、見ている方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、ベースボールケディア、技術編の方ではですね、打撃の方の話を、はい、していただきました。守備の方で、まあ、補給姿勢だったりとか、まあ、その取るポイントで一番気をつけてたものっていうのは、清さんの方どういう、まあ、試合の中では、やはりその、バッにボールが当たる瞬間のその一歩目ですよね、そこがやっぱり一番大事、反応が一番大事だと思ってたので、まあ、できるだけその早く、できるだけ早く補給して、余裕を持ってファーストに送球するっていうのを基本に考えて、まあ、あとはその技術的なところ、はい、補給の仕方だったり、で取る場所だったり、で足の運びだったり、まあ、細かいものはありますけどね。はい、まあ、そのあたりっていうのは、なんかこう、足のステップっていうか、踏み出す一歩目とかっていうふうなところでのスローイングの大事さ、まあ、その打球が飛んでくる流れの中で、はい、まあ、もちろん自分がその打球を見て動きますけど、まあ、もう打者走者だったり、はい、その打球の速さでバッターランナーが余裕でアウトになれば、まあ、少し自分の動きも余裕にもできますし、バッターが速ければ少しでも速く動いて、その送球につなげる足のステップもどうやってボールに入るか、余裕がある場合はそれができたり、まあ、余裕がない、いろんな打球があって、ね、際どい、もう本当一瞬の動きで補給しなきゃいけない場合もあったりするので、まあ、そこはまあその打球によって、まあ、練習してきたことを試合で、ね、あの経験してできるようになったことをゲームで出せるということですよね。そういったような、まあ、日頃のというか、まあ、守備も含めてというところで、伊藤さん、まあ、高校には出てないんですけど、その後もやっぱいろんなポジションというか、あのファーストもやられたりとか、はい、まあ、サードもやられたりとか、ご自身でも多分キャッチャー以外はほとんど守ったっていうふうには。そうですね、キャッチャー、ピッチャー以外は全部守ってますよね。はい、まあ、こう、やりやすかったポジションとか、自分の中でここはやりにくかったなっていうのは、まあ、外野も含めてないと思うんですけど、ありますか？まあ、もともと内野手なので、はい、まあ、もちろんショートが最初に始めたポジションですから、やっぱショート一番、自分の体がね、まあ、95年のことで言えば、もうショートが一番動きやすい、やりやすかったっていう、まあ、外野はやっぱりこう、フライですよね、高いフライとか、まあ、自分の後ろのフライ、打球フライとか、その距離感がやっぱ難しいですよね、やっぱ経験がやっぱそんなにある方があのなかったですからね。東京ドーム、当時、本拠地だったと思うんですけども。結構よく聞くあのデーゲームの時に外野のフライが消えるというか、あ、消えますよ、あの天井の、ね、あの白いので、白いですよね、ボールと重なって消えるというか見えなくなることはやっぱ多々ありましたよね。内野守っててもありましたね、外野飛んでいったり高いフライというか途中で見えなくなったりとか、そういうのところで言えば外野っていうのはやっぱりチャレンジした部分があるだけ、なかなか難しい部分もあったというか、うん、まあ、チャレンジというか、僕はもう強制的に外野に、ショートでエラーばっかりしてたんで、外野に出されたというか。コンバート当時は監督が、大沢さんです。大沢さんですね。大沢さん帰ってこられてた時に、大沢さんの時に、エラーした翌日に、まあ、下からレフト行け。それいつぐらいに言われたんですか、シーズンの。頭じゃないですかね、5月ぐらいか、4月か5月ぐらいじゃないですかね。早い段階で、明日から。確かね、ダブルプレーで、セカンドゴロかファーストゴロのショート補給して、ファーストに投げるときに、ファーストランナーがセカンドのベース前に来るんですか、はい、送球したときに頭当たったんですよ。それで暴投になって、それが、そのプレーがあった、多分次の日だったかなと、自分の中では記憶してますけど。で、外野に回ってと。ね、いうことだったということで、まあ、本当にこういった部分では、まあ、いろんなポジションもやられて、まあ、ただ95年に関してはこういったような守備能力ということで、うん、こちらは特殊能力というもので、はい、まああのまあ、特殊能力というだけあって、まあ、何かの場面になったときにこう出てくるというか効果が発揮されるような能力になっています。で95年なので、まあ、打点王とかチャンス、まあ、固め打ち、対左投手に強いっていうような
んですけど、この3つ、これ皆さんこの S ランクっていわれる一番強いやつだと3つ入ってくるんですけども、皆さんこの3つのチョイスっていうのはどうですか、まあ、なんか見てこれ違うんじゃないとかあれば、まあ、左投手、はい、あんまりその、まあ、別に右でも左でもあんまり関係ないかなと思ってましたけどね。まあ、なんか自分のどうなんでしょうね、周りの方のイメージどうかわかんないですけど、どちらかというとその広角に反対方向にも大きいの打ちたいって思ってたりしてたので、イメージありますね、逆方向みたいな。じゃあ、まあ、他にもちょうど聞こうと思ってたんですけど、ね、まあ、そういう、まあ、これ以外に何かいい能力あるかなっていう、まあ、逆方向、確かに伊藤さんでいうとこうライト方向に伸びる打球というか、まあ、そういった部分でいうと能力でいうと広角打法、広角打法っていうのがあるので、まあ、その効果ね、自分の通算 の, その打球方向ってね、分からないんですよ ね, そうですよね、調べたことないので。でもイメージ的にはやっぱりよくこう右方向に強い打球っていう、もともとね、あのやっぱあのアマチュア時代、まあ、高校までですけど、反対方向っていうのすごい好きだったんですよ。逆に引っ張ることができなかったんで、だから右打ちとか反対方向っていうのは結構好きだったですね。右打ちのコツじゃないんですけど、意識っていうのはどういった意識で、うん、やはり、まあ、ボールをなるべく引きつけて、もちろんバットの角度で変わるので、うん、あとはバットを振らせて、バットのセカンド方向に、あのライト側の方に角度つけてあげて、打ってあげるっていう。だから角度を意識した上で、まあ、場面で、例えば本当に右打ちが必要な時は、より一層意識してっていう。そうですね。まあ、引きつける、バットを振らせるとか、まあ、いろいろな技術があるので、バットのそのヘッドの入り方だったり、その角度もね、ちょっとずれると引っかかったりするし、右打ち得意な方もいれば、苦手な方もいるし、そうですね、うん、で、まあ、セット部分ではいろんなこう、まあ、技術というか、まあ、そのバットの角度だったりっていうところ、出し方とかね、いろいろね、あのポイントだったりといろいろありますからね。うん、ありがとうございます。まあ、今こうお話伺っている間にも出てきましたけれども、まあ、これ95年の成績になってます。まあ主に4番を務めて80打点で打点を獲得したほか、有益種としてリーグ記録となる339守備機会連続失速を達成したということなんですけれども、この年95年、まあ、あの打点王ということで80打点の打点王なんですけれども、まあ、終盤までおそらく、イチローさんだったり柴田さんだったり、そういった面々との打点を争っていうのもあったと思うんですけど、その時のなんか思い出に残っているものって、まあ、打点で言えば、うん、打点王はもう80点でほぼ決まりっていうと、多分最終の試合だったかな、ライオンズ戦だったと思うんですよね、はい、で達成したんですよね、うんうん、でその時に前のだった広瀬さんとかがすごく頑張ってくれて、はい、セカンドにいて無理やりこうホームまで帰ってきてくれたのが、なんとか帰ろうっていうので、それでね、3人80点で達成できましたね。そうですね、3人同時受賞ということで、秋元さんも言われてましたね、まあ、なんか気になるのが、はい、やっぱり盗塁ですよね。あ走るっていうのがやっぱ得意じゃなかったので、あ、まあ、もちろんサインもあんまり出なかったんですけど、はい、やっぱ走る意欲がなかったら、やっぱり1個ですもんね。1個ですね。22年間で50個もしてないんじゃないですか。40盗塁ですね。でしょ。22年もやって40しかしてないんですよ。すごいでしょ、これも逆に。すごいですよね、確かに。あまり確かに、皆さん走るイメージってなかったんですけど、まあ、ちょっとこの95年の話がちょっと脱線してしまうんですけれども、今ちょっと言った部分ではあんま走らない確かにイメージですよ、ね、はい、あるんですけれども、うん、僕のちょっと個人的なインパクトなところでいうと、伊賀さんは先ほど守備もいろいろ守られてるって話をしたんですけれども、まあ、打順もこういろいろ打って、まあ、全打順打たれてるというところで、はい、まあ、僕が小学校の時から見てた頃なんかはやっぱり一番田中幸雄っていうこのインパクトあるような打線だったら、うん、まあ、ビッグバン打線と言われるところだと思うんですけれども、はい、まあ、そういったところで、まああまりそういう総力型じゃないというか、本当にいきなり本のバッティングっていう感じだったと思うんですけど、何かこう、一番田中幸雄になったっていう経緯というのがあったんですか。もうね、そこはっきりわからないんですけど、はい、多分ね、落合さんがファイターズに入、はい、来られて、はい、97年にいらして、ね、はい、で落合さんの一言で、まあ、落合さん監督に言って一番だったんじゃないかなっていう、そういう話を聞いたことがあって、あ、まあ、それなぜかというと、まあ、もちろん一番バッターの役割って出塁率高かったり、足が速くて盗塁できたりとかっていう、ね、はい、うん、そういったタイプのバッターが一番打つっていう形ですけど、うん、もういきなりホームラン打てるバッターは一番に挑んでいって、
ホームランと1点になるじゃないかっていう、はいはい、っていうことをなんか言われてたらしいですけどね。落合さんが、当時上田監督ですね。はい、そうです、そうです。上田監督に進言して、うん、っていうふうに聞いてますけどね。はい、どうなんですか、本当に気になります、ね。まあ、もちろんそれがね、本当確率よく、もう一回の、そうですね、表裏の攻撃、うん、あの本拠地にビジターありますけどね、1回の4でホームラン点取れたらそれは最高ですよね。その後確かに2000年代中盤ぐらいの高橋由伸さんとかありましたね、はい、そういうもういきなり用意どんの一発みたいな一番だったので、なんか落合さんの進言があったとかどうなのかっていうですけど、まあ、本当かどうかは分かりませんけどね、はい、というところで、他になんかご自身この95年の中で思い出に残るシーンとかってあったりしますか？シーンですか？なんか思い浮かべる95年だとなんか思い浮かべる、まあでも本当におそらくこの時期が一番体もそうですしね、精神面もそうですし、肉体的なところとか、まあ、技術的なところ全てやっぱり一番自分の中でいい状態の年齢だったし、この年だったと思うので、唯一の、まあ、打撃タイトルというところでですね、取られた年というところで、まあ、多分この後もし今後なんですけれども、これ一昨年の時に出てきた能力なんですけれども、はいはい、そしたらもし今後今年とか、まあ、来年とか出るっていうことがあれば、おそらくまた多分ですね、この能力がその手この年の能力になるかなというのがあるので、また龍蔵さん多分去年出なかったので今年龍蔵さん出てほしいなっていうと、まあ、僕も含めてちょっとファイターズファンがそれだったらなんか過去その22年間やった中で、はい、全部自分の一番ベストのものを能力を集めて出したら面白いんですか。盗塁も5個ぐらいとか打点も 80ですけど、多分、うん、まあ、90いったかどうかいってないかもしれないですね、まあ、高い一番高いやつを打率も、ね、3割打ってないですけど2割9分6厘か7厘とか ね、自分のその現役時代の一番いい数字を、うん、集めて能力にしたら、もっといいじゃないですか。じゃあ守れるポジションの受けさんが増えますからね。まあそうですね、はい、全部守れると、だから試合出れる確率が増えるユーザーが使ってくれる可能性があるかなというところで、はい、まあ、今回ちょっといろいろとご自身の能力と、まあ、当時95年のお話、まあ、ちょっと、まあ、落合さんの話、まあ、結局は98年の話だと思うんですけど、そういった話をちょっとお聞きしまして、まあ、次回ですね、今までいろんな OB の方がですね、まあ、自分で自分をプレイしようとかっていうことをやってきたんですけれども、先ほど言われた通りちょっとゲームやられないということだったので、はい、まあ、その中でですね、ガチャっていう、まあ、別にこう操作するものではなく、運がちょっと必要になってくるんですけど、まあ、選手を獲得するようなコーナーがありまして、うん、今この配信、収録時ですね、すみません、収録時に自チーム確定スカウトという、まあ、そのある球団に設定をすればその球団に選手が絶対出てくるっていうような、うん、まあ、そういうスカウト、ガチャが出ているので、はい、まあ、ミスターファイターズの伊藤さんにですね、ファイターズですね、ちょっと、まあ、引いていただいて、うん、出てきた選手についてちょっとお伺いしていこうかなと、はい、まあ、プラスアルファちょっと今年のファイターズ、まあ、今収録で、まあ、開幕1ヶ月ぐらいになるんですけど、まあ、そのあたりもちょっと伺っていこうかなというふうに思います、はい、ということでですね、まあ、今回の配信は、以上となります、ご覧いただきました皆様、ぜひ OB クラブチャンネルのチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。